根本的にその指導が早かったん でチームのメンバーもみんな揃うのも本当に8月にはもう全員揃ってたので、チームとしては本当にきつい練習して、もう本当にやっぱ身長も低いチームなので、すごいハードワークのディフェンスからオフェンスを特に練習してて、まあ、個人としてはやっぱりしっかり体を鍛えながら、まあ、スリーポイントが多分求められていることなので、シューティングのメニューであったりとか確率を上げることを意識してやりました。小山さんは、まあ、昨シーズン何度も試合したことがあって、やっぱりその個々の能力であったりとか、やっぱすごいオフェンシブなチームのイメージがあるので、やっぱ普通に守ってもやっぱりものすごく厳しい試合になると思うんで、やっぱ全員でリバウンドであったりとか、やっぱ相手のシューターをしっかり抑えるのが一番大事だと思っていて、まあ、RT で千葉さんは、まあ、昨シーズン B3 ということで対戦とかもしたことないチームなんですけど、まあ、川崎の時チームメイトだった大塚優斗さんがいるので、また一緒に試合できるの楽しみなんで、はい、もうやってます一番はやっぱハードワークなディフェンスで、相手のエースであったりとか、積極的にリバウンドを絡んでハードワークしたいと思うんですけど、 あとは求められているのは本当にスリーポイントであったりとか、アグレッシブなドライブで、チームに貢献したいと思います。映像でしか見たことなかったんであれだったんですけど、本当にやっぱ綺麗だし、この液晶が本当に大きくて、もう今ここ観客席に座ってるんですけど、もう僕もここから試合見たいぐらいのあれなんで、とても明日明後日の試合が楽しみです。久しぶりの、試合ということで、まあ、僕自身初めてそのロボットで公式戦ということなので、自分の持ち味であるハードワークとか、スリーポイントで、貢献できるように頑張りますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。